1999年、ワールドカップガルミッシュパルテンキル編大会、宮平修司は、日本、北海道小樽市出身の元スキージャンプ選手。小樽工業中学校、北海道小樽工業高等学校を経て、水野で活躍した。2002年ソルトレークシティオリンピック日本代表、ノルディックスキー世界選手権銀メダリスト、スキージャンプの盛んな小樽市で生まれる。 一学年上には、河西のりあきや吹田雪高、同学年に富彦や上野慎吾、笠間方向らがおり、若い頃はあまり目立った成績は残せなかった。社会人になってから実力を伸ばし、1998年長野オリンピック、2002年ソルトレークシティオリンピック、日本代表に選ばれる。1998、99シーズンがベストシーズンで、 ジャンプ週間総合3位、世界選手権では、個人ノーマルヒルギン、個人ラージヒルドー、団体銀メダルと3個のメダルを獲得した。スキージャンプワールドカップでは3月20日のフライングで、初優勝、自己最高位の総合5位となった。以後も、日本チームの中心選手として活躍し、2006年3月、現役引退を表明。同年から西森京平のパーソナルコーチを務めた。 2011-12シーズンにより男子ナショナルチームのコーチに就任し2018-2019シーズンからは男子ナショナルチームのヘッドコーチを務める。冬季オリンピック世界選手権フライング世界選手権ワールドカップありがとうございます。